で次が池田ショコラ。ショコラはね、僕も長いっすね。彼女がまだめっちゃ若かった時になってるんで、もともとヤンジャンとかで表紙になったりしてたんですよ。で、その時に、あ、めっちゃ可愛いやん、この子っていう話をした時に、たまたま俺の友達が繋がってて、あ、じゃあ繋げますよって言って、ショコラとカブトムシってわかります？カブトムシアイコって。アウトデラックスに出た子なんですけどね。カブトムシをめっちゃ飼ってるグラビアの子なんですけど、この子ともう一人三人女の子呼んでくれて、なんかみんなで合コンしたの覚えてますね、三茶で。で、まあカブトムシとショコラは連絡取って、ショコラはまあ連絡がありましたね。だから01に移ったよって時も連絡ありましたし、よく本当に遊びました、ショコラは。だから僕の周りのタレントとか俳優アーティストもよく知ってると思います、彼女は。でもなんかその逸話的な逸話って僕の中にあんまないですね。まあよう会ってましたけど、まあいい子ですよ、明るいし。ショコラ周りも僕よく知ってるんで仲良かったです。